くなった。おはよう。やっこー。よいしょ。なんか漏れるね、やっぱね、この光。変わったっすよね。ライト漏れるね、これ。めっちゃ漏れる。めちゃめちゃ漏れるやん。そう。名前のとこにいる、名前、そう。うん。いや、久々に、もう顔のとこに来たもんね。いやー。あ、東樹さん、まだ挟まない感じね。いや、俺、こっちは思ったんすよね、あー、いつも通りだから。いやいやいや。よいしょ。じゃあ、とりあえず、行きます。はい。タイトルコール行きます、はい。いいよ。じゃあ、シュージと、はい、だけどニコレ、はい、ニコレ、ハニーと渚の修二がいやバラ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 ハニーと渚とバラバラでしたね。え、乾杯します。あ、じゃあとりあえずじゃあお疲れっす。よっしゃー、いやー、お疲れっす、ナイスナイス。イエイ。でも意外とニコ生見てくれてる子が来てんだなって思ったのが、なんか最近なんすけど、初回の女の子がなんかニコ生の人だよねって言われて、あのスーツなぎのハニーコレクションだよねって言われたんですよ。うんうん、え、そうだよ、ハニーコレだよって言ったら、風俗じゃ煽りすぎでしょって言われたっす。そういうハニーコレクションの、まあ、お店もあるからね、そういう名前のね。たまたま一緒でしたってことで。ブルドッグって誰？赤さん。ブルドッグはルイさん。今日はルイとなんだ。あ、ブルドッグって言われてる。なんかほら、コメント拾わないみたいな、なんか結構クレーム来てるから、またクレーム出してしまったみたいな。今日いや、違う、シラブだとコメント拾うんですよね。あの、シラブじゃないと大体暴走しちゃうから、みんな。そうそう俺もこんなだから、シラブだとやばいっすね、何も喋れないみたいな。東條さんはもうイケイケに、もうあのいや、その話をしない。あー、じゃあそうそう、コーヒー飲んでるから。大体いつも本当に記憶ないから、そう、またやってしまったかみたいな感じで。東條さんが言うと、本当台風来たのかなみたいな。台風の目ですからね。でも台風の目の中ってね、風も何もないから静かですもんね。静かだから、静かですもんね。意外と心の中って静かなのかな、俺みたいな。まさにハリケーンっすね。ハリケーンだから。でも周りはすごいですけどね。周りだけは本当に自分は、あの、静かでも周りがすごいから。そうだね、台風が目以外すごい。だから次の日に俺起きて、うわと思って、やったわと思って、俺次の日出勤したくなくなるの。うわ、やべ、やっちまった、やっちまった。そうだから、じゃあやむっすよね。お客さんとかからさ、ね、やつばき昨日やばかったよみたいな。うわ、またやったかと思って。はい。そう、俺はもう28歳だけど、またやってしまったみたいな。本当に年なのに何やってんだみたいな。やっちまったわ昨日って言って、すげえ落ち込んだ顔してんのに、その日にイケイケだった。イケイケだったの。そう、あええみたいなね。絶対こんなことしねえ、もう絶対酔わねえとか言って、その日にもうバグってるから、おわーって。そうそう、その日にもうバグっちゃったんですよ。スイッチ入ったらいけるとこまでいっちゃうタイプじゃないですか。そうですね、そうですね。全く記憶ないし、本当にジジイ何してんだろうなみたいな、落ち着かないなみたいな。やば。俺今22歳とかだったらまだいいんだよね。なんで28歳でこんなことやってんだろうみたいな。何しとんねんみたいな。今足ね、同じことしろ。そうそう、足だったね。そう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 。誕生日おめでとうございます、渚先輩。ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだオリシャンが発注してね。発注追加発注で、これ本当は言っちゃダメなんですけど、発注全然できない。あ、そう、あんま言っちゃいけないんだこれね。20本ぐらい発注したからね。そうそう、足りないね。もうたまできるや、オリシャンで。俺、いや、俺の時も足りなかったから。そう、まあやっぱりなんかね、シャンパンをやっぱ多く頼んでたらいいかなみたいな。いや、でもいや、嬉しいっすね。でもね、なぎちゃんも絶対なぎちゃん、記憶飛べた。そうですね、やっぱみんなのおかげで飛べた。フライした、はい、記憶やっぱみんなのおかげでちょっと下ろせました、全部。てか、なんかさ、最近さ、なんだろう、こう、はい、誰かのバースデーとかでさ、そのはい、はい、さ、バースデーの人ってさ、絶対記憶ないよね。あ確かに。じゃ、なんか昔とかやったらさ、はいはい、記憶あったので、ちゃんとアフターとかも行けるレベルだったんだけど、もう最近全然ダメだから、もう4月も記憶ないし。いや、
それは当時その人ですか。え、ある、だって、ある今日教えたらなんかですよ、本当になんもないんですよ、記憶が。やっぱりタワーはちょっと覚えてるっすけど、それ以外が本当に記憶なくて。え、でもすげえ喋れてたよ。マジっす。もうすごいなんか心配だったっす。俺とかヤバいから。いや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 、シラフでもヤバいのに酔っ払ったことヤバいから。いやいやいや、すごいなみたいな。酔ったら喋っ、しっかりしてるなみたいな。渚先輩しっかりしてる。またまた、ハイボールかい。またまた、ハイボールかい。乾杯する。東條さんに買ってもらいました。でも、シュウさんもかなりのマイクパフォーマンスだったから。確かに確かに。いやいや、ちょっとちょっと、ダメですよ。俺もうひどいから、もうひどいひどい、ほんとひどい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 。ねえ、ダメちゃん、おめでとう。ほんとありがとうおめでとうおめでとう東條さんに買ってもらいました。おめでとう。もう今月だから、今月だから。いや、もうこの人ね、すごいのが、俺ね、コンビニ行くやんか。で、え、なぎちゃん、何飲むのって言って、え、俺コーヒー買うわったら、いや、僕ハイボール行きますみたいな。マジか、こいつすげえみたいな。こいつやりよる。こいつやりよる。え、それってニコ生のやつって言ったら、いや、僕は普通に飲みますみたいな。マジかみたいな。普通にやべえやつだね。普通にやべえやつだ、ほんとに。パシャってさっき開けてたやつから。でも俺は、今、来た時に東條さんがコーヒー持ってて安心したっす。いやいや、そうだよね、酔っ払ってて飲まないからね。ごめんなんか、いつもごめんね、本当になんかニコ生のスタッフも本当に迷惑して、あいつできんだわみたいな感じの。で、今日はみんな比較的に落ち着いてるねって書かれてるんで、やっぱこれが本来のニコ生なんじゃないですか、やっぱり。確かに、そうだ、普通に喋ってたよ。もう、もう、普通になんか放送できてるのがすごいなみたいな。今日神回かもしれないですね。神回だね。ある意味、ある意味。もう、俺だから酔っ払ってる時は絶対出ないって俺これ決めたから、本当に、マジで怪我するしね、ほんで。本当に、トヨさんイケイケすぎる。じゃなくて、だって、もう階段降りてそこら辺のブロックに頭ぶつけるぐらいの。俺次の日、あざになってる、なんかやばくて。あざならいい、ぶつけたことは覚えてないですけど。あざならいいですけどね、まだ。いや、そんなに怖いね、あんた。怖いね、なんか。いや、あざならいいっすよ、だって入院しちゃうかもしれないから。もしかしたらね、誰かと、誰かかもしれない。グイ、怖い、そのグイッと色紙書いちゃうマジでグイッと。でもやっぱこうやって、東條さんがシラフなのが逆にすごい、なんか新鮮っす。まあ、いや、だからもう俺はもう二度と迷惑かけないって俺ここに決めたから。東條さん絶対もう、だって俺、だってね、え、だって、え、シラフも俺と酔っ払ってる時は俺どっちが好き。いや、もちろんシラフ。もうアンケートから100ゼロ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 。ごめんなさい。僕酔ってる時が好き。くそっ、チョコとウイスキーめっちゃ合うんすよ。ああ、くそ。ああ、やば。ニコ生ついたらポケットの方入ってたじゃん。ビビったわ。チョコは。いいわ、チョコはね。その話はやめた方がいい。しない方がいい、しない方がいい、しない方がいい、しない方がいい。トールさんにやめた方がいいよ。それは本当に、それはおかずに。いや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 、それ2勝出てる。2勝はダメ。2勝出てる。2勝ね。なぎはどんぐりふざけんねん。どんぐりね、頭でかいけど。どんぐり、あ、どんぐりヘアってこと。でも、じゃ僕全体的に、なんか腕短いし、ずんぐりぶっくりってこと。そう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 。どんぐりじゃないや。どんぐりじゃない。腕短いし、幼児体型なんすよね、多分。幼児みたいな体型してみる。だって、でもロリコンだからさ、俺さ、ちょうどいいわ、そしたら。本当っす。ロリコン好きは多分僕の体型好きっす。初めて言ったわ、そんなのね。何言ってんすか。いや、なんか飲まないんすよ。飲んでないんすよ、飲んでないんすよ、ここだけ。ロリとか言えなくて。ロリ系はちょっと冗談ですね。じゃあ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 、かまいかまいかまい。でもほら、なぎさが酔っ払ってるけど、どれなんだっけ。どれなんだっけ。これじゃあ、の臭いんだったよ。臭い、マジでこれ。ハイボール臭いんだっつってね、もうね。ちょっと相性いい。シュ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 もちょっと。いや、見ない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 。いいっすか、なぎさ先輩。あ、ちょ水だけ飲んで。あ、水だったのそれ。俺焼酎だと思ってた。いやいやいや、やべえやべえやべえ、そういうのやめろ。いいっすか、じゃあ。そういうのやめとけ。あ、いいよ、いいよ、いいよ、お前。結構お前、ないな、これ絶対。うわー、お前、って言った後、パフォーマーだな、お前。あ、じゃあ、チビチビ飲め、チビチビ飲めました。あ、チビチビ飲めました。乾杯、乾杯。エンターテイナー。えい。わー。
なんかいや、チンキもいいですね。よなんか酔っ払ってない時のグラスの重さって半端ないね。酒が入ってるとね、もう本当に重たくなるっすね。そう、もう俺これで筋トレできるもんね。これで筋トレ、これ筋トレやばい、ね、また何あの大きくなっちゃったみたいな。さっきいろんな意味ででもね、最近なぎちゃん大きくなってるって来てたから。どうすか、どうですか、コメントが。マジで、絶対嘘だ絶対嘘だ。いやもう照れてるじゃん、もう照れてるじゃん。バレました、ニヤニヤしちゃってるもん。なんかもうでかいけどね、もうね。そうっす、なぎさイケメンってあんま嬉しくないんですよ。なぎさでかいって言われるとちょっとテンション上がるっすね。なぎさ切れてるじゃん、今日も。いやいや今日ここまで、なぎさお前コーヒーこぼしたこれいやごめん、俺なんだよね、ごめん。いやこぼしたの、いや特大コーヒーや、黄色いもんね。ごめん、ごめん、ごめん、ほんとにごめん。あの光めっちゃ飛んでるからわかんないけど、めっちゃ茶色い、えめちゃめちゃ茶色いんだよね。えで、ほんとね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 、これね、この服安いと思ったの。なんか、お前なんでこんな安いってんのったら、え、どこだっけブランド、これミルクボーイで1万…ミルクボーイの、はい、え、金額は1万5000円になります。そう、あの、はい、俺800円くらいかと思ってた、ごめんなさい、ほんとにコーヒーボーイだ、ちょっとダサいけどね、ちょっとダサいけど、コーヒーボーイでこれなんか切ったか、基盤出てびっくりして俺、どうしたんだ、コーヒーかかったっす、まあ、ごめんなさい、クリーニング代出すもんね。いやいや、いらない、いらないねえ、ほんとに視聴者にね、プレゼントしてもらおうな。欲しい人いたらでも、うん、ねえ、ハニーに来てくれたらね、あげるよね。うん、うん、あげるんですか。まあでも、でも渚指名してくれたら、あ、これあげます、はい、本当に、でほら洗わずに、ね、習字見て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 、これイノセントって書いてあるから、イノセント、これイノセント、イノセント、何イノセントってどういうこと、はい、で、ここにここにほらスパイダーついてるそれじゃさっきから好きっすよね、ここのスパイダー。俺もう本当に好きだから、スパイダー、たぶんここに、見てよ、ほら、シュージョーさん、ほら、見てよ、スパイダー、スパイダーね、足なの、足だけ、スパイダー。じゃあ、ほんとに、ほらほらあ、ミルクボーイ、ほらやるから、だから島村でしょ、とか言われる。いや、だから俺、ミルクボーイ、ピリングなんですけど、許してもらって。いや、大丈夫買えばええやん。まあ、でもまあなんか、なんて言うんだろうな、そのクリーニングで思い出したんですけど、その2年半前ぐらいですかね、うん、その自分があの、あんま全然お金が本当になくて、そのやばい時あったんですけど、うん、今は、え、今はそんなの無難にそうそこはええやん、そこはええやん、そういう話を聞きたいんですよ。そこはええやん、そういう話を聞きたい。で、まあそのそういう話を聞きたい。東條さんのそのアフターに連れてってもらって、そのバーでね、うん、で、そのちょうどこういう色の東條さんが買った40万円の、うん、あのアウターっていうんですか、その冬用のやつ、レザーのね、レザーのやつがあって、で俺バーで寝ちゃって、もう申し訳ないですけど、先輩のアフターで申し訳ないですけど、うん、爆睡してたんですよ、うん、そしたら東條さんが これもうこう優しくこうかけてくれたんですよ、うん、めっちゃ優しいじゃんめっちゃ優しくない、うん、終始寝ちゃったのかっつって、こういうほんとこの色のやつをかけてくれたので、俺まあ俺はもうベロベロだから寝てるじゃん。で起きたらすごいこうなんか濡れてるのよ。めちゃめちゃここ濡れてる。俺ねこれで起きて起きたらびしょびしょで、で俺あやべえと思って、俺おしっこ漏らしたわ。正面漏らしちまったと思って、でこれパッとこうやって見たら東條さんのこの色の服がこうもうここもう真っ黒。やばー。おしっこでもう真っ黒。10万円のガスか。いや、10万円。いや、10万円ですか。10万円。10万円ここビショビショ。で、俺金ないじゃん。クリーニング代跳ねますとも言えなかった。すいませんです。もうクリーニング代早いから。すいません。シェイさんおしっこしたんすか。それ何2回目だ。お前悪いやつ。何回言うお前それ2回目だ。それ悪い。わかるよ。みんなええって言ってるやん。ええって言ってるかみんなわかるやん。ええって言ってたから。ええってわかるやんそれ。そういうの聞きたいんですよ。それの、そういう話をしてた。なんで2回言った俺言うたよ、みんなってびっくりしてんのに。いやいや、分かってなかった。もう分かってんじゃないか、分かってないよ、みんな俺。東條さんはもうどんなリアクションだったらもう、あーみたいな、主人が。やったかみたいな。もう、あーみたいな。いいよ。かけてくれたやつもすか。かけてくれたの、これって。俺これ寝てて。なんか、マーキングしたんす。あ、そうやったさ、帰るときにさ、服着るやんか。はい、寒いんだよ、なんか。ああ、寒いと思って服脱いだ、あれと思って服脱いだら、まあ、あのすごいあの濡れてるし、あれ何なんだろうって、お酒こぼしたんかなと思ってそしたらまあでもね、やっぱ濡れてて、
ああ、シュさんね、ああみたいな、やったかみたいな、だから頑張ってくれたんだと思ってで、まあでもあれ、まあ染め直さないといけなかったから、はい、まあ、その記事をね、で、だから4万5万ぐらいしたんだけど、ちょっとそうそう、ちょっとご今、ね、ほら、今出てるから、私の方がいいね、今だったら請求できるんだけど、あれとかもう可愛いなと思って、そうね、すごい、でも優しすぎたっすね、ちょっと当時さんが、シラムだとこんな優しいんだみたいな、誰が知らんの、誰が、おい誰が知らんの、知らんの、お前誰が知らんの、サボってたみたいな、マジで真ん中変えてもらっていいですか、どこ行こうよ、これはね、マジで、そう、ほんとに、そうそう、で、何こぼしたんだっけ、おしっこ、おしっこ、ぐーい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 、楽しいな、いや、盛り上がってるからね、一人で、結構、おじさん、いや、東條さんその時もすごい、あ、習字いいよいいよって言ってくれたから、すげえ嬉しかったっす、嬉しかったっていうか、でも今のさ、はい、習字とかでもさ、多分その下の子がさ、自分の二人付き合ってくれてさ、まあおしっこ漏らしてもさ、あ、おしっこ、おしっこ、あーあーそれなんか、それなんか、ちょっと濁してる、可愛いなってか思ってあげるれると思うんだけど、別になんかその、うん、確かにまあいいやみたいな、うん、そう、まあそうっすよね、渚と殴るけどね、たぶん名古屋だからね、てめえだから名古屋だから、かけてもらう前に帰っちゃう名古屋怖いんで、お前焼きだぞっつって、焼きはマジ勘弁、マジ本当に、いやでもほら、周知地元違うからね、あ、そうっすね、神奈川だと優しくしてもらえる、神奈川優しい、大体神奈川優しい、でも雪ってきて顔触っちゃうぐらいだからね、怖いもん、あの次の日マジむくみの2倍なんで、顔怒られすぎてね、ね、いやでもほんとね、でもなんかそう思ったらさ、すごいさ、修二もなんかね、すごい売れて嬉しいなって思うかな、なんかいやめちゃめちゃそうっすね、なんか頑張ってた、すごいなんか謙虚な男だったからなんか多分みんなが多分修二のね、新人の時見たらすごい可愛いなって思うし、ほんと女の子とか多分キュンキュンするんじゃないみたいな、こんなイケメンなのにすごいなんかね、おとなしいしみたいな、あなんかホストを知らない感じが可愛いみたいな、そう、まあでも今でももう足りないですけどね、こう今はまだここで謙虚なんですか、今はね、謙虚なんだけどかっこいい、逆に、うん、うん、あ、これホストやわみたいな感じ、いやいや、ね、大鳥さんみたいな感じです、いや、よくわかんない、それ乗れば乗ればそれはちょっとよくわかんないんだよ、飲み、いや、多分視聴者やっぱり見てくれる、ホスト大好きなんで多分知ってるっす、やっぱリスナーは渚見てるから、今日もおれよ、ね、ひどいっすよ、渚と修二、ひどいっすよ、あいやいやいや、当時なんか薄くないっすか、ここ誰、いやいや、隠しとくやろ、違う違う、薄くないっすか、いや、あのね、ごめんね、透けてません、なんでかわかんないけど帽子かぶってても出てるのかなみたいな、ひどい、帽子の、お前めちゃめちゃ笑顔やん、あんた、いやいや、トルトの後ろのやつがハゲてるっすね、うん、ハゲてるというか、透けてるけど、後ろのやつ基本的に頭がなんかハゲてる、なんかちょっといや俺ハゲてるとか言ってるんですよ、透けてるって言ったんですけど、ハゲてるって言ってるんですよ、何も言うんですよ、これよかったね、トルトお酒、お酒なくてよかった、危なくて今の知らんだから言えるだからこう、ちょ髪の話、髪の毛の話だよ、酔っ払ったのは貴様、貴様って言うか、貴様って言うか、そうだ、そうだ、なんかさ、え、なんかそれ、ねえ、まあ、シューズさ、最近さ、俺のモノマネ上手くなってきてて、はいはい、でも、ダニさんのモノマネが上手いの、シューズは、いやいや、そうっすね、ダニさん、いやいや、やろうやろうサンさん、ねえねえ、あ、ちょちょ当時、やばい、やばい、いや、これなんですかね、あ、ちょっと今の誇張したから、ちょ、もう一回いいっすか、もう一回すげえよ、いやいや、リスナーさんがうぅぅってなんだよ、うぅぅって言わないよ、ダイス言うわけないじゃん、リスナーさんがダイスが、うぅぅ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 ぅやんないよ、そんなやるわけないやん、こんなうぅぅってやるわけないじゃん、俺ね、それダイスいるやん、タクでやったらなんか、あ、やったらなんか、はい、うぅぅとかやったらなんか、お前、は、誰お前みたいな、いや、お前何それみたいな、で、俺は何も怖くて言えなかった、いや、言えないっすあの圧力がすごくて、うん、もう俺はパワーに負けたよ、やばいっすよ、やっぱここえここいな、濃いあきちゃん、濃い薄くないっすか、色薄くないこれ、ノーアルこれノーアルうせでしょ、ウーロンちゃんガチっす、
巨ゲーキスターマン。違う違う、お前ごめん、あれちょっと一個だけ言い訳しいですか。ウーロン茶がほんっ濃いでしょ。ウーロン茶がほんと飲めなくて、俺ウーロンハイ、ウーロン茶、ウーロンハイを飲みすぎて。これ飲みますよ。でも焼酎入ってないでしょ。今本当にナンバーはナンバーツーいるんで、俺真ん中行っちゃダメなんですけど。ダメ、緊張するっすね。緊張して飲めないんで、ちょっとお願いします。ウーロン茶や、ウーロン茶やこれ。ナンバーはナンバーツーいるから。もしかしたらなんか入ってるかもしれない。渚が作るお酒だよ。怪しい怪しい、ひどい。ナンバーはナンバーは逆にどうじゃないっすか。これ俺まだ入ってない。声、なんか声気がする。入ってないでしょ。じゃあこ、濃くないっすか。え、なんすか。これお前絶対入れたね。え、これウーロン。いや、お前のお前のホストマジックの。え、ちょっと待って。みんな聞きたい。俺らが、俺多分夢中だっつう話に、ここがいいねとかやってる時に、うん、ダイさんの真似しないですけど、うん、とかやってる時に多分渚がなんかしたんですよ。いやだから、いやなんかみんなに聞きたい。え、なんか入れた？緑のやつ入れてた？緑のやつ。え、俺見てなかったんですよ。え、絶対入れた？どっち？もうですか？濃かった。あのね、入れてない。正直言っていい？だって今日間違いなくハニコラ史上神回じゃん。ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバー。3人一緒だからね。今日今ナンバー3って言おうとしてナンバー3じゃなかったわ。ええ、いくつだの？4っすね、僕。あ、4なの？僕4っす。あ、そうなの。ワン、ツー、スリーがいて4っす。そうだから、イノベーション。誰？イノベーション。なんだっけイノセント。イノセント。ちょっと前かっこよくイノベーションとか言ったけど、お前イノセントだから。どれ？ナンバーワン、ナンバーワン、よーい、よーい、よーし、来い、よし。入ってないからね。本当に入ってないの？これだけは入ってないです。マジ？これらは入ってます。入ってんのかい！お茶のことじゃなくて、今日月のことなんですよ。緑の高級ボトルじゃないですかね。まあグリーンモンスター。緑色の方で。いや、俺、めちゃくちゃ減ってるね。行くのとなく入れたんだね、お前。ちょっと、本当に。恐ろしいね、お前ってね。見てない。違うんですよ。だから、濃いしね。いや。これ濃くないっすね。入れないよ。ハーブじゃないよ。いや、よかった。俺の味覚がバグったかと思って。俺びっくりしたもん、ほんとに。まあ、ゆいさん3位のね。まあ、でもさ、ナンバーワン、ツーの。聞いて、でもさ、リスナーはさ、俺たちがお酒を飲むことを望んでないから、絶対。実験ナンバーワン、ちょっと真ん中まで。そういうのいらないんだよ。お前メインだから。なんでイノセントやで。イノセント風俗じゃ煽っちゃうぞ。いいね、かっこいい。どういうキャラなの？ねハニコレ、ハニコレ。いけさ、じゃあ初回の、じゃあすごいお金使ってくれる女の子にシャンパンを下ろしてもらう時の一言言ってる。初回なんすか？初回からの指名。初回指名で、いや、渚くんに会いたいと思って、渚くんのためにお金を持っていった。初回指名の女の子にシャンパンを入れてもらう一言。いいよ、しょー、はいよ、へい、サンサン、2、1、2、1、2、はい、いいよ。じゃあいやー、姫が、じゃ、言っていいですか、これ。ナンバー、初回指名で来て、自分のこと指名してくれたってことですか。うん。サンさん。ねえ。いい、じじい。どう。いや、固まっちゃうな、かっこ闇深い。よいしょ。何言ってるか分かんない。いや、違う。なんす、今。いや、固まっちゃうわ、かっこ闇深いって。うん。え、でもさ、え、それでシャンパン下ろしてくれるの、逆に。いや、今マイクの一言じゃないですか。あ、違う、あのシャンパン下ろしてもらうために。あ、下ろしてもらうために。いや、ちょっと今のをまずマイクだとして教えてほしい、その理由を。だからどういう、まあ、開けようじゃないですか。この時点でロレス回ってないよ、水飲んだ方がいいんじゃん。マジで。それね、入れてくれ。開けました、はい、マイク来ました。サンサン、ねえねえ、はい、気持ちいい。え、違う、説明してくれよ、説明を。だから闇が深いこと話いいの、これ。うん、違う、売りかけっていうのが闇深いじゃないですか、まず。おお、あ、売りじゃない、売りかけなら別に売りかけ別にいいよ、元気かもしれないけど。でも1個だけだったら闇深くないんですけど、まあなんか、姫その時は固まる。なんで渚の闇が深い。渚の闇が深い。そろそろ切っていい。そうそう、モザイク、モザイクそろそろ切っていい。もうやばい、リスカすな。そろそろ切れてるやん、なんか腕切れてるやん、ここは。傷ついてるし、渚なんか。ここ傷あるんすけど、僕、うん、女の子に目の前で切られて、うん、
僕もついでに切りました。マジ？はい、一緒に。すごっ。あ、俺が切る代わりにお前もやんなよ。あー、なるほどね。かっこいい、はいはいはい、なんかかっこいいのか、なんかすごい意味わかんないのか、どっちかわかんない。あの、ついでっていうのは、あのエース食べたい行った時に、うん、まあ、もうかなり前なんですけど、うん、その時に、腕切られて目の前で。えー、どうやってどうやって。あの、あれです、あの、カミソリで。あー、切られて、腕を、うん、え、嘘やろみたいな。あ、出てる、名古屋出てる、ね、嘘やろ、嘘やろ、名古屋出てる。まあいいや、もうこんな話どうでもいいが。意外か、意外が言ってた今、名古屋出てた、名古屋、名古屋出てた今、名古屋、名古屋出ちゃう、意外って、意外。 All Five Two Legend、 それね、知らないですよね。ヒップホップ、ヒップホップ、ヒップホップ、クリスチャン・ルブターン、エキセキセナインやん、それ名古屋の、名古屋出身のエキセキセナインさんじゃないですか、それない、エキセキセナイン。え、でもほら、ねねね、シュージュ、シュージュね、ほら、シュージュと椿はエースにそれされたらどうするみたいな。あ、腕は、あ、いいっすね、これおもろいっすね。あの、バーで腕切られたら。あ、バーなの。だから僕、バーで腕切られて、うん、まあ、バーっていうのはちょっと持ったんすけど、店で。あ、まあ、店で、ね、腕切られて、うん、俺、切るもんなかったから、これで切ったんすよ。あ、まあ、このアイス掴むやつ、トングで。あ、そうだね、うん、すげえ力だな、あ、俺でも、ピー。え、逆にシュージだったらどうする。俺、俺っすか。渚やったらさ、あ、そうっすね、こう、これでこういくんでしょ。はぁ、自分も、うん、俺だったらこんな感じですかね。やばいやばい、何どれしてんの、やばいやばい。それ大事さ、飲んでなくない、ボンボンプレさ、飲んでなくない、ボンボンプレさ、いややばい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 。水割りがいいらしいです。あ、ね、静かになんか話すんじゃない。お酒をなんか、なんか入れる。シュージこんな感じ。ね、やっぱシュージはね、真面目にね、止めるもんね。そうですね、今の真面目だった。まあ、俺の中も真面目だった。なんかシュージだったらあんまり相手にしてもらえない気がする、なんか、うんうん俺、いや俺のね、引き切ったらってことですか。え、なんかそういうやつは相手にしてくれないから。はいはいはい、まあ、やべえなって思うんですけどね、やべえなとは。うん、あ、そうか、僕、携帯持ってないんで。なくしちゃったんすか。え、俺はおーにマジっすか、あざっす。いや違う違う、なんか俺だったらまさかの僕試合に、試合に飲まれ、飲まれに。え、嘘でしょ。あ、ごめん、いや、結構飲んでますよ、まあまあ。なんだよ、ごめん、ごめん、まあまあ、まあまあ、飲んでます。お話していい。いや、ナンバーワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。あ、発音、発音なのかな。あ、いいよ、いいよ、いやいや、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーじゃない、ワン、ツー、スリーなの。いつもだったら、おーい、南来たかっていうのに、今日はなんか恐れてるじゃないですか。いや、逆に俺はね、ゆうきさん、よいしょ、よいしょ、ゆうきさん、よいしょ、ワン、ツー、スリー。え、そんで何なんですか。ふぉー、一番テンション上がってるよ。あのね、やばいんすよ、ハイボール飲んでから。あ、そうだよ、いただきます。じゃ、ほんとこら、これなんか、ぶどうあったからぶどう買ってきたで。いや、あ、じゃあぶどう糖がいいんじゃない。ぶどう糖、これマジ地元からに付けてるんすけど。いや、わからん、なんかコーンベイビー、うまい、勘はあれかな、隅の不乾杯。絶対それはないでしょ。え、これは一人一本なの。え、いや、5本買ってきたから5人ぐらい置いてる。あー、そういうこと。じゃあいただきます。いただきます、いただきます。ゆきさん、よいしょ。ありがとうございます。ゆき、昨日ありがとう。昨日ありがとうね。ゆうき大好き。またそうやってホテルのこと、二人のこと言うの。ここのね、ここのあれね、ね、ね、ゆうき一番見たくねえな、ここの。じゃ、今日神回じゃないですか、これ。ゆうき、ゆうき、硬くて開けられへん。俺も開けられへん。なんで関西弁なんですか。もう、ゆうきだから。あ、ゆうきだから、ゆうきだから。お前、全然分かれへん。関西弁。ありがとう、ゆうちゃん、おつなに。ありがとう、いただきます。いただきます、イエーイ。これ今日神回っすね。それお前今日8回目だよ。じゃあ、ゆうきさんの話してたじゃないですか。ああ、さっきね、ナンバーワン、ツー、なんだその言い方、言い方なんだ。ハマってた。全然アメリカ人にも寄せれてないし。寄せれてない。クリスチャン、ルブちゃん、それ駅やったの。オー、ファイブ、ツー、めちゃめちゃ。なーに言ってんすか。はーい、なーに言ってんすか。伸びたり、前から言ってんすか。なぎさんの隣にワンコいるじゃん、ワンコ。
なぎのどこどこ、あの、今日はコーギー出さなくて大丈夫。あ、ほんとだ。え、コーギーってなんだ、コーギーってなんだ、かわいくない。あの、僕、コーギーで、なぎさじゃないですか。コーギーかけるなぎさ、なぎーな、したんすよ。ん、実際、あら、ごめん、いやいやいや、すいません、なずなずなぎー、前回の回、あの、あれなんですけど、僕、なぎーの名前の由来はみたいな。あー、はい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 。いや、コーギー、そうっす。あー、なるほどね。コーギー、あ、なんかあんなところになんかあのインコローラーかな。そうそう、あの、この前ここに出してもらってたんですよ、コーギー。そうです、コーギーを横に。でも、渚ブルドッグじゃん、下を。シワシワですよ。やばいね、もうシワシワですよ。めちゃめちゃブルドッグや。あー、ミックスだけど、大丈夫。ミックス犬なの。いや、アナルはミックスですね。アナル、あ、そこまで言わなくて。アナルの話別にバンされるよ、お前。聞いてないでしょ。アルプスで話すような内容になっちゃう。アルプスで言ったから。ゲスゲス。え、コーギーいなくなっちゃった。あ、かわいい。コーギーいるやん、かわいい。ギデンさっきからなんか勇気面白いことしてるみたいな。もうええって、それ。あー、え、どこどこどこ、勘弁しよ。どこどこ、聞いてないやん、全然。聞いてない、それ。どこどこ、それ。勇気こっち向いて、いや、それ向くわ。勇気のコーギー見るの好きみたい。勇気ピース。あまた話変わってきたな、それ。ゆうきのコーギー。ゆうきコーギーね。コーギーの尻尾ちっちゃいからさ、どうしてもそっち寄りになって。最新っすね。気持ちいいな。ナンバーワン、トゥースリー、クリスチャン。それ本当に15回目だけど、誰も多分笑ってないと思う。多分チーンになってる。オー、ファイブ、トゥー、レジェンド。イノセント。クリスチャン。イノセント。イノセント。もう言いたいこと言いたいだけや。イノセントスパイだね。最近酒弱いね。やばい。最近。心配。でも、これ何これ、これ。ハイボール？やばい。ハイボールじゃない。ウーロンハイや。ウーロンハイじゃないかい。まあ、小さに、あの、東条さんに怒ってもらいました。生前。間違いない、俺の。最近さ、渚も、シュウジもちょっと虚言みたいになったよ、なんか。シュウジはなんか、グラスにね、濃いとか言ってて。うわ、てか何これ、揚げ物食ってんやん、誰これ。僕です。うわ、お前終わってんだ、マジで。いやいや、俺さっきあのあれ食ったさ、あのだって見てください、ほら見てください、乾杯したのに。あ、乾杯したのに。だからね、あるんです、一滴も蹴ってなくない、クリスチャン。違う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 、だって3時まで時間あるからさ、ゆっくり飲もうよ。あるある、ここあるよね。ああ、じゃあ、ちこれ、ちなみにこれだって3時までの中でこれじゃんけんで負けたやつ飲むか。あー、なるほどね。あ、それはそれで面白いかも。じゃあ、じゃあ、じゃあやります、今じゃんけん、今それ、いや、ストック。いや、今のうちにやっときましょう。飲んでかー。シュ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 、焦る。3番2。それ、違う、いつもはゆきさん結構味方してくれるけど、今日はなんかイケイケじゃん。何やって、それこそコメントでやってもらったよ。いや、そうだけど、コメントね。あ、コメントとかアンケート、アンケートっすか。じゃあ、誰がスミノフ飲むか。そうそうそう、いっぱいあるんすよ、ここに。じゃあ、誰がスミノフ飲むか。ちょっといやちょっとやべえな顔してるぜ、お前。そうやって、あれや、あれや、さあ、そういうこと言ったら余計に来るから。こういうとこ、すみません、こいや、登場する。お前、ほんとランマみたいな、なぜか。ハナスちゃん、登場。誰が、で、スミノフ、誰がもう一歩飲むか、アンケートしましょう、アンケート。なんでね、これでもね、でも、ユンさんも行くかな。まさら、カンビールもあれかな。あー、これで1本ぐらいで、なんか、パッと飲めるよ。あ、いや、ビビッとす。いや、ユキさん行くかな、これ。え、これ行くんじゃないですか、ユキさん。お前、飲みたくないの。ね、それ振りでしょ。いや、ゆきさんだって答えたら、やっぱアンケートいっちゃうんじゃないかな。飲むのは簡単じゃん。でも一番飲みたくないのに飲ましたくなるのは、だって世の末じゃんね。あ、じゃあでも、そしたら、あ、でもめっちゃ飲みたい。トーデューさん、めっちゃありですか。ちょ、てか、いや、そんなにいらないんですよ、別にさ。なんでさ、トーデューさん、結局誰が飲みたいかどうかじゃない。まあまあまあ、そうっすね。まあ、でも俺飲みたい。俺も飲みたい。あ、俺ら同率やったもんな。
俺ね、一番低かなんかごめんね、買ってきて優しい、みんな渚にあるから、誰よ、さけよ、グイ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 あー、それそれ、グイ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 あー、それそれで、これ飲ました後に俺らが後悔するずーっあー、やっちまったまた修羅モード出たまず、まず聞いて、まずあ、やってやってもうえい、しょうがない、まずしょうがないえい、しょうがない、まずしょうがない、いつも通りでまず、まずそうそう、飲めよあ、いつも通りで来たいつも通りで来たいつも通りで来たもう早い、もう早い、もう早い早いっすね、来たわ悪い、酔っ払ったらダメだよこれ来たわでも、つばきさん、もう白くを保ってくださいって書いてそう、そうなんですよねごめんなさい、なんか、ほんとにすいません、山崎さんはね全然、これじゃ全然言われない全然言われないシャンパン飲むと、結構イケイケシャンパンはすごいやっぱリスナーさん楽しみにしてますよ好きだから、そうじゃん、シャンパンじゃあ、もう次シャンパン持ってくるの、うん、いいのあ、大丈夫ですあ、じゃあ、ポーン危ない危ないいや、でもリスナーのハメ具合が半端なあれ、全然、若干ハメられてるよ CM だよあ、ダメです。いや、分かった言ったよ、言ったよ、お前CM でーす。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニングの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。だいぶ今のは結構静かに喋っててだいぶいっちゃってた、うん、こえ、なぎさコーギー好きなの？僕コーギーっすね。コーギー派？コーギーなぎーやばいね、やばい。今日ね、なぎさが一番酔っ払ってるわ多分。来たっす東條さん。この件さ、絶対さあ、めやっちゃう。あ、かぶかぶあれえ、タバコ吸いたい。あ、タバコはあって売らす売らすジールだなさすがっすわ。お、うん、近い近い近い、はい、かわいいかわいい犬、犬かわいいって書いてある。犬かえ、でも見た CM、 なぎちゃんの CM。 ありがとうございます。見た？ありがとうございます。見た？イエーイ。洋服が一緒だから俺らみんなバカにしてたの。なぎさん一緒じゃんだからね、服一緒じゃねえ、イノセントじゃねえってイノセント一緒じゃねえって話でした。僕、あの、本当に服持ってないんですよ。うん、はい、持ってないの？本当に持ってなくて、ニコ玉の時だけ考えてくるのにちょっと見せたな。ぎさん、タバコじゃない？あ、いや、タバコっすか。あれ、てか俺、芝毛になってる。あの、かわいい、タバコ吸ってないことになってるんで大丈夫。あ、いや、あ、設定上あ、俺はね、どういう設定なん？俺もタバコ吸わない人なの。タクできつくないっすね。タクでタバコ吸えないのきつくないっすね。いやー、ぶりっこしまーす。みんなこれ、シュージー、千葉になってる。タバコ吸ってる子好き。キーイ、ね、あ、タバコ吸ってる何？どうしたの？タバコ、タバコどうしたの？タバコっすか？いや、ベロベロ、いや、酔っぱってんの、なぎさん。なぎさん酔っぱってない？なぎさん、なぎちゃん酔っぱってんじゃん。どうしたの？お、お、お、どうした、どうした、お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 、すな、チューをすな。いやいや、ちょっと楽しくなってきちゃった。楽しくなってきちゃった。なんか、ね、静かに楽しくなってきちゃった。なんか俺一回なんか俺口説かれてんだなみたいな。え、初回っすよね。初回、初回、初回でこうなん。初回でも口説かないけど。口説かれてる、うん、この前なんかバー行ってね、ちょっとなぎさとなんか俺手つないでたらしいもんね、こうやってね手つないでたよ。じゃあ本当に記憶ないんですよ。そう、俺も記憶ないふりしといたわ。手つないで覚えてるけど。本当ね、本当ね、本当覚えてる。かわいい。近いんじゃ。かわいい。かわいいじゃないの。かわいい。なん近い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 、本当なんか。ちょっと。僕シェリーさん大好きなの。
俺もナギちゃん大好き。ナギちゃん、ナギちゃん可愛くない？これもう肉の話だけやってきますよ、だんだん。何してるの？くどい、近いくないなんか。おい、ふんすなよ。耳元にふんすな。何をしとんじゃんみたいな、もう。耳元にふをしてるじゃね、吐息をすな、ほんと。胃もたれしてる。胃もたれですか？ファミチキ食べます？ファミチキ。いらない、いらない、いらない。あの髪の…か…あ…あの…あ、じゃあごめんなさい。よいちょー。ゆきさん、耳ついてます、耳。え、それはね、2個あるよ。どういうこと、どういうこと。スノー、スノー、スノーになってる。なぎちゃん、甘えん坊タイムは。なぎちゃん、ホース、ホース。いやいや、あ、それただのやべえやつ。マジ、やべえ、めっちゃ迷ってんじゃん。マジから。え、でもさ、え、甘えてるじゃん。いくら使わせんの今日。うん、ね、ほら、これとも使わんよ。いや、何でお前使う側かよ。2丁目の手な。使う側かよ。使う側な、俺、俺何、俺あれなんだ。うん、いや、何、シュージお金持ってるから大丈夫。まあ間違いない、逆なら。しおかしいでしょ、やっぱり。熱い熱い。俺が使う。だって、いつもだってコンビニ行ったらファミチキ。たまにはおごってよ、吉野家ぐらい。いやでも、チームキレ。でも、吉野家ないか。いつもコンビニ行ったらファミチキおごってくれるよ。かけだけだけでいいっすか。お願いします。負債が重いみたいな。吉野家かけだけだけで。かけ、墜落ね。あ、墜落でしょ。あ、すいません、すいません。ホストに墜落。あ、泣きそう。あ、泣きそう。ついおぉ。いやいや、え、それ美味しいの？ちなみにぶどう味どう？味わかんないっすね。でしょうね、でしょうね。イノセント今日も頑張ってるね。ほら、イノセント、イノセント。そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。いい流れだ、いい流れだね。いい流れだ、すごいいい流れ。いや、何しゃべってんの？ No sense。 いつもはね、結構だいたい東條さん来たらもう東條さんがイケイケになっちゃうから。あー、今日は冷静なんだ。今日はもう、一番冷静です。はい、僕は冷静です。いやなんかだから酔っ払ってる人たちキモいなって本当思ってて。ああ、よく言うわ。なんか、うん。一回あの東條さんでベロの時の動画見したいですもんね。今からもはや酔っ払ってほしいよ。あ、逆に。だから何で終わってよ。これね、最後までやっぱ残さないと。喋る前に飲む。はい、シャリー。昨日くらい、昨日くらい怖いんだけど。ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワン。リスナーそういうの求めてないから。あれ、シュウさん、ナンバーワンですか。いや、全然確かに飲んでないわ。え、あと15分あるんで。ワン、ツー。ちょうどいいから。あ、でもこっちの方が美味しいと思う、多分。ちょっと、マジで。いや、うまいっすね、本当に。今日ガチでうまい。紫は、あの、ぶどう味、これ。あー、これぶどう味。ぶどう味。え、みんなほら、宅飲みで使って、炭の風。愛さないな、でもなんかブドウって感じで。スミノフなんすか。ハニーじゃないんすか。ファンタの炭酸。ハニーじゃないんすか。あ、あの、いや、スマキレ宅飲みなんすね、そこは。ガチだ。ハニーに来るのは前提。アフターに行けなかった姫たちは宅でこれ飲んでね、担当のこと思い出してよ。あ、そう。あ、椿おすすめしてたなみたいな。あ、なんかニコ生で言ってたなみたいな。スミノフの CM に起用されるっすね。ハニーの甘み。ダサい。お前ダサいっておめえ。何も言えない、何も言えない。出てる、DV、DV じゃ。出てる、出てる。お金使わなきゃ。DV お金使わなきゃ。てめえ、お前使えよ、お前。使わ余裕。え、ちなみにさ、ハニーの甘みってやってるさ、ビールでさ、じゃ、あれね、あの、他の人がさ、見たらさ。え、こんなブス指名してんのってなんか言われたらしい。やばすぎる。じゃね、あれね、とあのね、もうね、俺らから言わしてもらったらホストは顔じゃないような気がする。大事にしようかもしれんけど、顔だったら俺が言うのもなんですけどね。いやいやいや、顔じゃん、だって。だって悪っ、今のグイじゃない。1000万プレイヤーじゃない。今のグイじゃない。1000万プレイヤーじゃないですか。え、なになになに。1000万プレイヤーじゃないですか。え、そして別にどうでもいい、どうでもいい、どうでもいい。やっぱこうじゃねえの。お前、犯人困って死にたいの。お前死にたいの。死んだほうがいい、死んだほうがいい、死んだほうがいい、死んだほうがいい。ニコのパフォーマンスっすね。お前、明日本当もうあれだよ、潰すからね、一日。明日休みなんだ。明日休みだから。一日潰すから。休みだから今を、今を。あ、あれ、明日バーベキュー。待て待て、え、明日休みだからって結構なんか余裕だね。明日の大型免許を取りに行ってくるんですよね。そうそうっすね、バイク。マジでバイクの、はい。
え、絶対飲酒やん、飲めよもっと。いやー、分かりました。これ言ったらね、一発目でマジ落ちるっすよ。言ったに飲まされる。え、やめ、言ってなかったんで。え、一発で行くってこと？あ、いや、でも6時からなんで、夜の。あ、そうなんだ。え、ここに表現いや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 、バーリー、ほら、こういう気するから、もう。あー、ほら、バイクの大型免許です、ちなみに。え、シュージさん、かゆいっすわ、それ。この話、めっちゃジンマシン出ますわ。やべえな、俺もちょっと。やべえわ、これ。言ったらこうなっちゃうから、かゆ。ちなみに、今言うとかもある。やっぱ、ホスト感想だわ。知らないよね、そんなの。免許、はぁ。ちょっと、ホストは、ちょっと悪いこと言っていい？ちょっと悪いこと言っていい？はい。え、大型のバイクってどこの女なのそれ？どこの女ってどういうこと？俺それ吹いた。ザボンさんかな。ザボンさんの女じゃねえ。君のアップハンドルみたいな感じ。アップハンドル。そうじゃないっすか。それもう落ちんだわ。よいしょ。よいしょ。はい、よいしょ。切ったね。出てるよ、出てる、本当に。マジだね。本当にひどい、マジで。あいつも調子になってきてるって。いやでもコンパだったわ、ちょっと。結局ちょっとあいつもこんなんなんや。いや、これはまあめちゃめちゃいい方ですね。へぇ。でもなんだかんだこっちの方が楽しいですけどね。まあまあまあ、でも飲んでから行く。いや、どうしようさ。いやいや、ほんとにそういうとこね、喋る前に飲む。いや、15分あるから、15分で。いやでももうね、半分ぐらい行けよ、一気で。ちょびちょび飲んでてもだって。おい、わら、ばね、お酒を。ガイ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 、あー、それそれ、ガイ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 、あー、それそれ、ガイ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 、あー、それそれ、体にお酒をガイ。全然いけない。うるせえ。イノセントうるせえ。もう本当に、明日一日ダメになってほしい。だってほしい。本当やろ、本当やろ。俺、でも、明日ラウンド1に、免許取りに行く。え、ラウンド1に。あの、一回、あ、違う違う。どこの女っすか？ロデオボーイでこうボタン押してこうやっていくから。あ、ロデオのね。で、3分持ったら免許取れると思ってた。ああ、講習時間3分。いや、ロデオでも3分余裕で持たないですか？まあでも僕は1分半ぐらいで。早いな、おい。え、でもほら、隣の男20秒だから。いや、20秒あるやん、なんか牛みたいなやつ。ああ、で、こちらにこすりはんだもん。あ、そうっすね。お前のこと別に聞いてない。あんな無理やん。ひどいな。とりあえず一回 CM でお願いします。とりあえずしこります。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニングの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。昼ぐらいに起きてあれやからな。俺その勉強しに行くからな。ああ、パソコンするんすか？パソコンの。俺も明日ワープロ限定あるから。いやいや、古いな、ワープロ。タイピング古いかって。やめてよ、古いかって。やめてよ、ワープロ古いかって。ピーケンバレちゃうじゃないか。ピーケンの練習をね。そう、ピーケンのね。そう、何時代じゃねえよ、殺すぞ。え、何、明日何しに行くの？うん、僕ですか。明日は、ふぅ、ふぅじゃねえ。言うんだよ、それ言えよ。それだけ言うんだよ。客になってた、通るぞ。ナンバーオール筋肉から。筋肉ビバマッチョ検定かな。ビバマッチョ。はい、ビバマッチョ。え、でもさ、俺、でもさ、乾杯する時もさ、いただきますってね。いや、やってよ、いただきますって。いつもの。あざ、俺でいらっしゃいマッスル。いらっしゃい。マッスル、マッスル。はい、マッスル、マッスル。おいおい、マッスル、マッスル。マッスル、マッスル。マッスル。ちゃんとほら、筋肉やんないと。ほら、筋肉。あ、すごいね。力入れながらこれ乗って。あ、すごい、すごい、すごい。今日一頑張ってる。お、マジで
行っちゃうよ。俺はお前の免許を取るに行きます。マッスル、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 これで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 ね、ハニーいつから筋肉でなってんのよ。あの、え、わかんないよ。え、なんでなぎさたぐらい、なぎさたハニー東京だったじゃないですか、うん、今、ハニーフィットネスフィットネス、フィットネス、あの、通う女の子も、もうほら、ね、あの、ジム行く感じになってるから、ね、だから最近さ、なんか出勤してきてさ、うん、なんか裏でさ、暇な時間とか喋ってんや、うん、だいたい筋肉の話しかしないで、なんか、あ、ご飯食べに行きましょう今度言うたら、何食べに行くん、ステーキみたいなね。また赤身肉、タンパク質よね、タンパク質やろうやんけ、タンパク質だって。だってさ、食べに行くときにさ、だから糖質と脂質とかさで、BCA とかさ、もう俺意味がよくわからない、なんか、え、BCA 飲みましたみたいな、うるせえっすよ、マジでね。俺、営業終わり、ちょっとラーメン行きましょう、あ、ラーメン行こうって渚に誘ったら、うん、いや、ちょっとジム行くんで断られて、で、りょうくんってやつにも、うん、ちょ、ラーメン行くって言ったら、いやちょっと今週ラーメン一杯なんですって言われて、で、俺、ゆうきさんにちょっとラーメン行きましょうよ、いやちょっとダイエットしてるからって言われて、で、最終的にナイキーさんのジンくんにラーメン行こうって言ったら、いいよって言って、もうで、4人ぐらい振られてる、やばいな。ちなみに、ゆうきさんなんてサラダチキン食べてますからね。いや、俺今日何食ったと思ってるの。白滝の冷やし中華だぞ。やばい、それはやばいよ。え、なんで、え、なんで最近何、え、どうしたの。いや、ヤスに怒られるから。ああ、そういうこと。ヤスに、ゆきさん、ダメっすよ、そろそろ炭水化物も取った方がいいっすよ。ファミチキ、ファミチキ、いや、そんなんいらない、デブの塊じゃん。ヤスに役職つけましょう、ほんと、もうトレーナー。あ、トレーナーじゃん、トレーナー、トレーナー、キャップとかどうでもいい、トレーナー、トレーナーじゃん、もうあいつ。いつも言われんもんね、ゆきさん今日何食いましたみたいな、もうトレーナーじゃんみたいな、怖えみたいな。だいぶやすザップぐらいですね。やすザップ、うん、まあでも怒られちゃうから。今日さ、俺さ、出前したのね、ピザの出前したんだけど、ピザかー、これ糖質と脂質の塊っすよ。知らないわ、ないよ、糖質と脂質。思うや、脂質ってなんやねん。思うでしょね、俺、あの、ライザップとピザーラがコラボしてるライザップのピザ頼んだ。あー、なんかあるよね、最近コンビニとかでプリンとか売ってもライザップ糖質カットされたやつ。糖質カットされてるから、どうせまずいですよね、なんて。まあ、まあ美味しくなかったけど、でも、でも聞いて、はい、でもね、その後にちゃんと BCA 牛乳で割って BCA 飲んでるから。 BCA 何ですか、牛乳エルカルニチューみたいな。そもそもあれやでな、あの、食べ物で何とかしようとするやつは多分あかんねやろうな。あー、うん、やっぱ動かなあかんねん、絶対そう思うわ。動かず痩せたいよね、でも。わかるっす。最高、これ営業終わりのミーティング終わりですね。うん、もう雑だよ、もう。雑だ。いつも通りのやつ。もう、こっち嬉しかった。ここ4人でやっても。え、4人で喋ってましたもんね。たまにはコメント拾ってあげなかった。でも、ね。あ、ちょ、トムさん、一言話。お疲れっす。お疲れっす。まあ、あの、ね。ミーティングやないか、それ。あの、ちゃんと BCA 飲んで、うん、あとあのチョコレートのプロテイン毎日1日3杯飲もう、うん、それやっぱ筋肉こそが最強の売り上げ。そうですね、やっぱ女子はそういうふうに見に来てるから、うん、だから筋肉鍛えて売り上げも上げていこう。お疲れっす、お疲れっす。ちょっと待って、ごめん、あのリスナーさね、でも暇してないと思う。なんか、かなり悪ノリになってるよね、やっぱなんかリスナーはね、こういうさ、鍛えちゃうぞ。そうする、どうでもいいね、どうでもいい、どうでもいい、筋肉飲んで楽ない。おうわ、筋肉飲んで楽ない。水やん、おうわ、水え、お酒入ってんの。あ、いい、やばい、もう言ってくれたらもっと買ってきたのに。まあ、いや、なんか本当でもね、これでなんか買いすぎたらまた悪乗りみたいな、めっちゃ濃かったから。まあ、よくないんやろうな。じゃ、甘いお酒はダメだよ、でも、本当に甘いのはバレンタイン以外は受け付けない、だって糖質がやばいもん。
ね。また糖質の話。ああ、またか、また筋肉の話しちゃった。また糖質の話やろ。もう、シューシとナギのハニー糖質に変えよう。ハニー、ハニートー、ハニートね。ハニートーストじゃないかね、ハニートー。ハニートー、ハニートー。ハニートー。でも、ジム行ってたじゃないですか。ああ、行きます、行きます。で、めちゃめちゃダイエットしてるんですか。いや、だから、いや、自転車でいつもなんか、歌舞伎町走ってる。ゆうきさんが自転車こいでる全速力全速力でもちょっと手放しでこんなやるあーペダルだけめっちゃこいでる全然見たくない全然見たくないあーゆうきさんあーみたいなじわるしょーゆうきさんみたいな F1 みたいな感じのあの速さみたいなキリタニコスやでキリタニさんね俺は見たくて、それ見たらちょっと引いちゃうゆうきさんナンバースリーやりちゃったゆうきさんガチコミしてんじゃん絶対見たくねえわ絶対見たくない本当に俺別にチャリやんでもいいけどねでもなんかチャリでさ、すごい走ってるやんで、まあ、え、何してんのみたいな聞くやんかえ、キャッチとか言ったら面白くないチャリでキャッチするみたいなチャリでみたいな外反やんママチャリでねタイヤでいけんしね、カゴついてるしねめちゃめちゃガチしてるんだちょっと僕多分支配人となるっすね俺泣いちゃうと思う俺も泣いちゃうとゆうきさんがチャリママチャリでキャッチしてた俺なんでママチャリなんや頑張らないとって思うっすもんそしたら後ろ乗るよみたいな後ろ乗るやかましいわみたいな最高のドライブさせてやるよみたいなしてやるよぐらいの最高のドライブしてやるよみたいな乗れみたいな俺のタンデムシートがやばいよそんな感じのタンデムとかちゃんと試合に何試合してんすかあ、いいねよかった、東條さん隣じゃなくてもう隣が泣きそうでよかった俺真ん中に東條さんいたら俺が爆飲みされてるとこ俺にめちゃめちゃ下げ回ってしまうじゃあなんかこれ人の心理かわかんないけどなんか一番酔ってるやつにやっぱ飲ましたくなるよいやそうなんですよそうなんですよあと二日酔いっていうやつにかけて飲ましたくなるその趣味と一緒で今日は渚がターゲットなんだなと思ってそんな酔ってんすか渚渚結構酔ってるああここはここ GJ いやあミルクボーイはいということでね CM お願いしますもうその尺なくなったからもう終わるからもう終わるから CM お願いします CM もう何時間やるか1分だ早かった寂しい久々にでもコメント寂しいから出稼ぎ行けよ寂しいから出稼ぎ行けよはい寂しいから出稼ぎ行けよやばいやっぱマジだってのでも久々じゃない宣言行ったのコメントねまあでも今月ね渚修二にね会いに来てくれたらほら細すぎまあ細すぎ何これニコ生見ましたみたいな会いに来てくれたら僕がミルクボーイのシャツあげるから生よいしょねそうですさミルクボーイって言われてるじゃないですかでもあ僕指名したら出稼ぎは確実だからあんまりやめた方がいいと思う、うん、えあんまり出稼ぎを押すもんねまあ、出稼ぎかなんか殺せみたいなまた何かトランプの真似ですもんねこれ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 出稼ぎ用だからこれミルクボーイ俺がミルクボーイだよああごめん出稼ぎ用じゃないですか何言ってんすかまた来週待ってるねあ終わったわあ終わる終わるあバイバイ